ゼルス独特のダイヤモンド天体はこうして作られていく。同じ色に塗り分けられた輸送機が整備員たちと機材を乗せて後に続く。ブルーエンジェルス、大空へ限りなく挑戦する青い天使たち。飛行機スカイホークが5機奥に見えます。手前にはブルーエンジェルスの仲間たちを運びます巨大な飛行機が見えます。この間のイランの砂漠で人質救出に失敗しました例の C-130 ハーキュリーズです。このこちら側にブルーエンジェルスの連中がいます。建物があります。両側にはもうブルーエンジェルスのフィルムがたくさんいっぱい飾ってあります。この上にブルーエンジェルスの人たちがいる。 Good morning. Good morning. アイスクリームを食べながら胸のパッチはブルーエンジェルスですね。2階に上がります。彼らがとても誇りを持っていますブルーエンジェルスのシンボルマークがいます。その下には現在のブルーエンジェルス8人のパイロットたち、一番左から1番機ショーをやります6番機まで、もうこの辺に来ますと飛行機の匂いがいっぱい、飛行機の好きな人にはたまらない感じです。この中にはブルーエンジェルスの1番機で隊長のワイズリー中佐がいますので、ちょっとノックしてみましょう。Good afternoon. 隊長さんです。この部屋、立派な部屋ですね。ちょっと just let me take a look. 隊長さんは日本にかなり長くいたことが。Have you been in Japan? Yes, I have been in Japan. Where? I lived in Yokosuka. Yokosuka. I lived in Hayama for. Hayama にいました。あ、そうですか。Near the Emperor's Summer Palace. あの天皇陛下の御用邸があります。Hayama の御用邸の近くにいらした。確か隊長さんは今度のブルーエンジェルスでは多分新人だと思うんですが、I think you are kind of a newcomer to the Blue Angels. Yes, I am. ルーキー？ルーキーですね。Newbie. パイロットたちの部屋をちょっと覗いてみます。いるいる。いるいる。一番右は2番機海兵の隊員、スタンコビッチさん。ソビエトの名前で聞いたらやっぱりソ連系だそうです。スヌーピーのランチバース。キャプテン、is this yours? スヌーピー？昼飯の缶ですな。昼飯のランチボックスでありますな。いや、中身を見せてください。なんかハンバーガー？ハンバーガーだそうです。割と小食ですね。お隣は3番機のホースリー少佐。いやー、これもなんか書き物をしてますな。はあ、これがかの。かっこよく見えるサングラスであります。お隣は4番機スロットのノード少佐。いや、これは何見てんだろう。 Is this a map for Grand Junction? Grand Junction. この次やるショーのところの空から見た地図なんでしょうね。いろいろこれで調べ物という感じです。そこの写真ですね。これで自分はどのポイントで回ってきて真ん中を通過するか、いろいろそれぞれに研究するんじゃないでしょうか。リードソロ一機で飛びます5番機のロス隊員ですが、これまたハンバーガーですな。 Can I take a look in your attach case? OK、 アタッシュケースの中見せてもらいましょう。うわー、これはね、お金がちゃんと入ってますけど、それからパンフレット It's your Beautiful いやー、一番最後は6番機のエクル少佐です。ああ、これは何か、彼は大変おとなしい、なんかこう、ファイトを秘めた方で。Can I take a look in your attach case? Would you please open it? もうですね、これはいろいろ入ってますね。Can you show me how to put the sunglass and the hat on it? ちょっとサングラスのかけ方を。Can you take a demonstration, please? And hat. 見せてくれるそうです、かけ方。Yeah, please. Okay. Oh, got it?後ろからはヤジがいろいろ飛んでおります。 Oh God! Thank you very much. どうも。新しく開発した日本製の特殊小型テレビカメラを機体に取り付けて、飛行中のパイロットの顔や演技を空中撮影する。テレビカメラではこれは初めてのこと。練習。ハ
たとえ観客はいなくても、訓練は始めから終わりまでショーと同じ手順で進められ、チームワークを保ち、規律を重んじるため、ブルーエンジェルスとしての誇りがそうさせるのだ。機体を整備し、パイロットを助ける地上隊員も数多くの志願者から選び抜かれたエリートたちである。彼ら地上隊員とパイロットとのチームワークも大切な訓練の一つである。華麗なソロ飛行の演技を競う5番機と6番機が最後に乗り込む。発進前には機体のチェックが入念に行われる。ブルーエンジェルスの使用機は A4 スカイホーク、艦上攻撃機の傑作と言われている。準備よし、発進。4機編隊によるダイヤモンドテイクオフ。離陸と同時に4番機が素早く切り込み、ダイヤモンド型編隊を取る。注目してください。離陸直後、5番機が車輪とフラップを下ろしたままの危険な状態で360度回転をします。この演技では何人ものパイロットが命を落とした。横転の後、地上わずか数メートルで機首を立て直すのがよくわかる。今度は6番機、車輪を引っ込めてから横転、5番機よりさらに低空。演技は4機の華麗な編隊飛行と2機の単独機のダイナミックなソロ飛行の2種類がある。今、ダイヤモンド編隊がスカイホークの能力としては失速ギリギリのスロースピードで飛んでくる。その後ろからソロ機が逆に最高スピード1000キロで追い抜いている。アクロバットのパイロットは飛行機の能力の限界を知り尽くしていなければならない。まさにこのこと。1番機と4番機が同時に仰向けになって飛ぶダブル背面飛行。アクロバット飛行ではパイロット一人一人がお互いに命を預けている。ミスは絶対に許されない。ナイフエッジ、1番機の胴体下につけたカメラが捉えた絵。編隊のままで360度一斉に機体をひねるダイヤモンドロー。天と地がぐるっと一回りするのがよくわかる。
青空を自由に飛び回る彼らを見ていると、人間が大地に生きる動物だなんて信じられない。